d n a の育成2年目、渡辺明投手の無双ぶりにファンが注目している。ここまで2軍で30試合に登板し、2勝負けなし、防御率1.80という成績を残しており、支配下登録なるかな、などと期待の声が寄せられている。渡辺はここまでリリーフとして2軍で活躍。6月19日のヤクルト戦から11試合連続無失点を継続中。 防御率は1.80と安定している。さらに1イニングあたりの四し球と被安打を示す指標ウィップは0.77で、チームの2軍成績としては三島和樹の0.70に次ぐ2位タイの数字となっている。第1学院高から山梨旧友クラブや BC リーグ氏が、BC リーグ、新潟、韓国の独立リーグ、 クラブチームの東京メッツそして BC リーグ茨城など転々とプレーし2022年ドラフトで育成4位指名で入団したそれだけに支配下登録をお祈りしてます支配下待っていますいつまで育成に置いとくつもり最後の枠に近いと昇格を望む声が上がっている d n a の支配下登録選手は現在69人残り1枠に